ガンモドキはい、どうも、ネビルです。ガシャ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 。はい、昨日ね、挙げた通り、ダッシュ祭に行ってまいりました。めちゃめちゃ楽しかった。本当に楽しかった、マジで。もうさ、もうよくね、上位帯で見かけるランカーさんたちがもうわんさかいるわけよ。そんな人たちをね、目の前にしてなんか、有名人は、あの人あれだよねとかなんか有名人見てる気分になっちゃってさ、もうね、めちゃくちゃ本当になんか、まあ、バウンティーファンなんだなっていうのを改めてね、僕認識したところでした。はい、結果ね、ベスト4という形でしたけれども、まあね、全国で4位ですから、ちょっと胸を張ってね、今後行きたいと思います。でさ、ちょっと一個自慢していい？マジで、ちょっと最高なハッピーなことが起きたんだけど、はい、これ見てください。どう？ちょっとね、サインをいただいたんですよ。これ、誰のサインだと思いますか、皆さん。はい、そうです。タナピーさんです。タナピーがさ、ステージから降りてきたところを見計らって、ステージのもうほんと端の裏の誰も人がいないところあたりに、ここにタナピー来るんじゃないかなって張ってたのよ。そしたら来てさ、うわ、タナピーさんすいません。サイン書いてくれますかって言ったんだよね。そしたらもうめちゃくちゃ心よく受けてくれて、まあ、さらにこっからがちょっとね、私のちょっとプチ自慢のポイントなんですけれども、あ、すいません、ネビルエって書いてもらえますかって言ったら、ああ、実況者のって言って、まさかの認知してくれてた、あのタナピーが、こんな一底辺 YouTuber を、やばくないですかこれ。しかもね、いつもありがとうとまで言ってくれて、いや逆にさ、こっちがさ、いつもダイヤもらってるし、この動画にもね、ちょっとタナピーとか言ってさ、ちょっとネタみたいな感じにさせてもらってたから、申し訳ないなーっていう気持ちはあったんだけど、まさか認知してくれててさ、ありがとうって声かけてもらえると思ってなかったんで、いや本当にもうタナピー優しい、めっちゃ好きっていう風にね、もうなったっていう、ちょっとごめんね、もうただの自慢、うん、ちょっとこう話したかった、誰かに話したかったよこれ。はい、ありがとう。さあ、そしてヒット&ローが来ましたけれども、青でね、ダブルチームかなみたいな予想は当たっておりましたね。ただね、僕の本命は大穴のね、白ひげ予想だったんで、そこをちょっと見事に外れましたね。まあでもね、ちょっとヒット&ローとかってね、なんかまあわかるよ、うん、いやそうなんだろうけど、やっぱりなんかね、大穴を予想したいんだよね、僕の性格的に。はい、ということで今後もね、大穴をちょっと狙い続けようかなと思います。はい、で、みんな大方特性とか知ってると思うので、かなり特徴的な部分だけピックアップしてお伝えをすると、まずね、はい、なんといってもダブルチームですね。初のダブルチーム、コンビチームということで、これ攻撃を長押しすると入れ替えられるみたいな感じですね。これ何がすごいかって、体力も2人分なんですよね。だからシンプルにリスポーンせずに2体持ってるみたいな、そんな感じなんだよね。全部合わせて3体分、うん、ちょっとマジでチート、うん、うん。で、僕が何より、いろんな特性ありましたけれども、何よりこれがちょっとやばいと思ったのが、敵を無視してお宝ダッシュできると、はい、いう特性があります。これはね、やっぱ、オリンと同じなので、皆さんもイメージしやすいと思うんですけれども、さらにこれ、よろけずダウンしないという特性が今回ついちゃったんですよ。これがマジでエグい。容易に戦況をひっくり返されてしまいます。しかも、ローで体力 50% 以上だったら、状態以上も効かないんで、もうぶっ飛ばししか効きません。だからさ、最後さ、オリンにも旗持たれてさ、でもさ、ワンチャンもダウンとかさせて、あ、これ大丈夫だなっていう瞬間ってめちゃくちゃあるじゃないですか。それが、体力 50% 以上のローに持たれてみ、そこにぶっ飛ばしのキャラがいなければ、もうあなた方終わりです。しかもね、ツイッターでもリポいただいたんですけれども、ぶっ飛ばしの攻撃とかスキル、はい、もうその旗の中で回避をされちゃったら、ジャス回されたあと3秒ぐらい伸びるじゃないですか。その間にまた旗取られちゃうよっていう話なんですよ。いやだからね、このぶっ飛ばしのフェイントを入れつつぶっ飛ばすみたいな、かなり高度なテクニックも必要なので、もしね、ゼファーとかの強化状態で2段目でぶっ飛ばすみたいなついてますけれども、あれを1段をちょいちょい入れつつ2段をやるみたいなね、そういうなんかめちゃくちゃ絶妙な駆け引きが多分かなり増えるはず。そしてね、ぶっ飛ばしを持つディフェンダーというものは多いんですけれども、そのあたりの過去キャラがドンと
増えるんじゃないかなと予想しております。今言ったゼファーとかベックマン、そしてキッド、はい、このあたりがねガンと増えるんじゃないかなと思いますね。あとは黒ひげもそうですよね。黒ひげもねシューって吸い込めたりとか、トレーボルみたいにねベトベトで剥がすみたいなものも割と重宝されるんじゃないかなと思いますね。いやー、新しい環境マジで楽しみになってきましたね。そしてねタナピーちゃんからダイヤ200個ありましたね。ありがとうございます。タナピーさんいつも本当にありがとう。はい、みんなの代わりにこの前伝えておいたんで、間違ってもねダイヤもっとくださいとか、もうそういうことは言っちゃダメです。いっぱいくれてんだから、タナピーも頑張ってんだから、いつもありがとうっていう言葉で十分なんですからね。ただ昨日あのゴージャスさんがいなかったから追加なかったね。地味に嬉しいのがこの無料の10連ガチャ約1ヶ月間。はい、もうこれが来ると超フェスだーってなるよね。あ、超フェスの時期来たーっていうのがこれをもってしてなります。そんで、ここからが今日の本題なんですが、はいはい、皆さん8月の周年イベントですね。ここでじゃあ誰が来るのかってことだけど、もう2回でしょこれ。2回以外誰かおるん？いたら呼んできて、ここに正座させろそいつ。いや、まあもうお前結構ね本当に2回以外考えられないんじゃないかなっていう感じなんですよね。はい、じゃあちょっとこちらのね、あの1億ダウンロード昨日タナピーから発表がありました。はい、そして、動画が終わったと思いきやですね、何やらちょっと意味深なドラム音とともにドゥーンと赤い覇気、これね、これがちょっとなんだってなってるじゃないですか。で、さらにね、他のコンテンツで同様の演出がありました。はい、このトレクルなんですけれども、トレクルもね、実はもう8月6日に来る。はい、来ることが決まってるんですよ、ニカがね。もうどのゲームよりも最速で、はい、来ることがこちら決まっておりますが、ここもね、やっぱり赤い覇気なんですよね。だからちょっとね、こう意味深な伏線を張っているっていうところがあります。まあ、ただね、ここに関しては、ほぼ確定とはちょっと言い難いですよね、でもね。まあ、運営さんもね、もうネタバレバーンってするわけにもいかないから、この程度で終わらしたかったんじゃないかって僕は思ってますけれどもね。はい、あとはね、他のコンテンツでももうニカニカです。はい、アニメでも8月6日に、初登場が決まりました。ニカね、見ましたか予告、やばいよ、めちゃくちゃかっこいい。最近のやっぱアニメってもんはね、作画が最高に神がかってるね。そしてね、まあ先ほどのトレクルもそうですし、どうやら海賊無双でも出るみたいなんだよね。はい、こんなにね、やっぱ他のゲームでどんどんニカが登場しているっていうことは、もう8月やはりこのバウンティーラッシュもね、もう逆にもう乗り遅れるなっていう感じで応援したいぐらい、はい、なんとかお願い間に合わせてっていう気持ちがね、強くなってしまうのが、もうねこれちょっと期待にぜひお答えしてほしいなというところではあります。はい、そこで初めてね、1月1日の新春の放送の時のドント焼き、このあたりが回収されてくるのかなと個人的には考えております。うひょん。ただね、一方で冷静に考えたら、個人的にほんまに来るんかっていう気持ちも 20%、 いやー 30% ぐらいはあるんだよね。だってさ、実装めちゃめちゃむずくない？ニカって。開発サイドのこと考えてください。我々ね、ユーザーは何とでも言えるよ。ニカ出してとかって。でもさ、開発する人の身になったら、あんな複雑なアニメーション、相当ニカってこれまでのキャラクター1難しいです。絶対にスキルとかね。はい、それがアニメでまだ出てないのに、もうすでに開発できるかって言われると、ちょっとさすがにむずいかなって思ったりするんですよね。ニカほどの細かい動きならなおさらです。まあね、ロジャーとかっていうのはアニメより先に出てたけど、あれカムサリとかってまあ正直もうなんかイメージつくじゃん、ワンチャンカムサリとか言ってさ、まあ、ワンチャン漫画からねイメージできたかなとは思っていて、でもニカはさすがにこれなんかね、アニメでのアニメーションとか見ないとむずいんじゃないとかって思ったりするんだけど、まあそこは例えば本当にワンピースの制作サイドとバウンティラッシュがかなり連携を取れていたら、ああ、できるのかなと思ったりするんですけどね。まあ、さすがに8月6日からニカが実装されて、
そこからね、開発を進めてっていうのはもう無理だと思います。はい。ゲームのね、クリエイターさんたちは、1ヶ月そこらで、こう、2カ月ほどのキャラクターを作るっていうのはね、無理だと思いますので、本当に来るのかなっていう気持ちはあります。あとはね、4.5 周年で出した場合、いやもうこの先どうすんのって感じじゃない？いやもう、2カってもう最高潮みたいな感じじゃんだって。それ超フェスで出した後さ、バウンティーラッシュ大丈夫かなっていうところはあるので、やっぱりまだちょっと引っ張るんじゃないかなとか思いますけどね。やっぱり5周年行こうかなと思ったり、やっぱ5でね、ちょうどキリがいいんで。そう、だからね、ちょっとね、30% ぐらいは本当にみたいな気持ちがある。っていうか、この気持ちはちょっとね、高くなりそうだなっていう感じもあるんだよね。はい。まあでもね、今のところは僕も昨日ダッシュ祭に行って思ったんですが、これほどまでに他のワンピース、ゲームも含めて、にかなムードになってきてる中で、バウンティーラッシュ出さないっていう選択肢あんのかい？みたいな。いやもうこいつにはありえないでしょっていう空気になってるのはめちゃくちゃわかります、僕もそれは肌で感じ取った。だからね、このあたりはちょっと他のゲームの動向も見ながら、アニメの動向も見ながら、今後もう少し考察は深めていきたいかなと思います。僕的にはまた 30% ぐらいは出ないんじゃないかなと思ってる。はい、そんな感じですね。ニカニカニッコニッコニッカニカ、チャンネル登録したらニカ。